スタンダードプリコーションとは、日本語では標準予防策と言います。すべての患者さんに対して行われる感染予防です。感染症の有無に関わらず、すべての患者さんが対象です。検査前で何の感染症があるのかわからない場合もありますし、今の技術では検出できない未知の感染症がないとも言い切れません。患者さんを病原菌扱いするのか?と怒る方もいますが、私たちが病原菌を持っていて、患者さんに移すことだってあり得ます。ですから、みんなのために行ってください。対象は、汗を除くすべての体液です。血液はもちろん、よだれ、尿、便、ただれている皮膚も、感染するリスクはあるものとして対処してください。具体的には10個の予防策があります。今回は、そのうちの5つを説明します。手洗いには流水と石鹸を使った手洗いとアルコールを使用する方法があります。手を見て目に見える汚れがある場合は流水と石鹸を使った手洗いを実施します。手の洗い方です。まず指輪や腕時計を外してください。汚れが落ちにくい場所は図の通りです。親指、手首、爪の溝は手を洗っても汚れがよく残る部位です。手洗いの仕方は、厚生労働省などの動画で確認できます。時間は15秒以上が推奨されています。目に見える汚れがない場合は、アルコール消毒を実施します。ただし、アルコールに抵抗性を示すノロウイルスなどに対しては、目に見える汚れがなくても、流水と石鹸による手洗いを実施します。また、陰部洗浄などを行った後に、食事の配膳をする際などは、目に見える汚れがなくても流水で洗うべきです。手を洗うタイミングです。出勤してきたら、まず手を洗ってください。WHO 世界保健機関では、下記の5つのタイミングを推奨しています。1、別の患者に触れる前。2、清潔な作業をする前。3、体液で汚れた可能性があるとき。4、患者に触れた後。5、患者周辺のものに触れた後。そして、皆さんの休憩前や帰宅前にも手を洗ってください。何度も手を洗っていると手が荒れてしまい、そこから感染が広がる危険性があります。そのため、ハンドクリームなどを利用し、手が荒れないようにケアをしてください。感染性の物質から身を守るために防護具を利用します。手袋はグローブとも呼ばれます。様々な種類がありますが、現在はほとんど使い捨てのものが使われています。適切なサイズのものを選んでください。手袋には小さな穴が開いている場合もありますので、ノロウイルスの掃除の時など、感染能力が高いものに対しては二重にして使用する場合もあります。爪が伸びていると避けることがありますので、爪の手入れもしてください。使用してから外す場合には、汚染部位に触れないように外してください。小さな穴が開いている可能性がありますので、外した後にはアルコール消毒などで手をきれいにしましょう。処置の際に血液や尿などが飛び散ることもあります。おむつ交換、陰部洗浄の際にも使用されます。また、抗がん剤など皮膚につくと危険な薬剤を取り扱う際にも使用されます。使い捨てのビニールエプロンが主流です。飛沫感染から身を守る際には、一般的なマスクを使用します。鼻の穴の奥や口の中などは粘膜といい吸収しやすい構造となっています。細菌やウイルスも吸収されやすいため、そこから感染します。空気感染の場合は特殊なマスクを利用します。時と場合によって使用するマスクも違ってきます。目の粘膜からの感染を防ぐためにゴーグルを使用することもあります。コンタクトレンズを使用している方は、伊達メガネを利用してもいいでしょう。ベッド柵、オーバーテーブル、消灯台、ドアノブなどは汚染されている可能性が高いです。手で触る場所は汚いと思ってください。その手で目をかいたり、知らないうちに口元に手が触れていることがあります。手は汚い。ということを覚えていてください。手で触る場所は1日に1回以上は清掃を行います。
使用済みのシーツにはたくさんの汚れが付着しています。血液、尿、便、細かい乾燥した皮膚など様々です。シーツ交換をする際には空気、環境、人への汚染を防ぐために、ホコリが舞い上がらないように最小限の動きで取り扱います。また、汚染されたシーツに体やユニフォームが触れないように注意し、ランドリーバッグや指定された箱に入れるようにします。病院では注射針がたくさん使われます。針刺し事故には注意が必要です。ベッド上に使用済みの針が置きっぱなしで、シーツ交換時に刺さる事故もあります。床に転がっていて、膝をついたら刺さったということもあり得ます。まさか、という場所に針があることもありますので、気をつけてください。本来は、医師や看護師が確実に針を処理するべきですが、人間である以上、忘れてしまうこともゼロではありません。怖いのは、エイズや B 型肝炎などの患者さんの血液が付着している場合です。刺さったら 100% 感染するわけではありませんが、リスクがあることに違いはありません。そのため、少しでもリスクを下げるために、手袋をしてください。針は刺さりますが、血液は手袋にも付着し、入ってくる血液量が減ります。自分を守るのは自分です。感染してからでは遅いので、標準予防策、スタンダードプリコーションを実行しましょう。